7時になりましたね。雪の壁と格闘してます。70度超えるぐらいの急登です。アグレッシブに動いていろいろ行動する人間ほどたくさん失敗すると思うんですよ。中が空洞になってて、これはもがいてももがいても進まない。登れない。アリ地獄のアリの気持ちが非常によくわかります。技術がダメなのかな。ほら、失敗は成功のもとって言うじゃないですか。ああ、ダメだ、気持ち悪い。まだ1時間も経ってねえのに。ああ、気持ち悪い。もうダメだ。ああ、残念。ああ、悔しい。ああ、悔しい。ああ、悔しい。やだー。はい、今回これ網網のバッグを買ってきました。多分漢字機につけたらスノーシューになるんじゃないかと期待してます。うわ、なんか予想外にでかいかも。吉と出るか凶と出るか。はい、いつもの鬼殺しやっていこうと思います。ああ、やっぱいつもめ。疲れた。まだ登山口着いたとこです。履き替えるか。はい、アイゼン装着しました。和感ではないです。で、前回撤退したここの急登、一月ぶりのチャレンジになります。今回はどうでしょう。ここ数日、あったかい日が続いたせいか、雪が結構沈んでて、柔らかいんですけど、前回みたいなモフモフ、スベスベに比べれば、ずっと登りやすそうです。もうちょっと頑張ってみます。きつっ。大体こんな感じの穴が開きます。膝上です。きっちなんとか登山口すぐの急登ゾーンを抜けることができました。疲れた。もう体力半分ぐらい使っちゃったかな。これから第2、第3の壁みたいなとこ登るので。やだなぁ。腰まで潜った。
急な坂が待っとります。デジタルパーキングがだいぶ下の方に見えてます。だいぶ登ってきました。で、目の前に、うわぁ、よっしゃ、頑張ろう。はぁ、はい、こんなとこ来るやつ、誰もいないだろうと思ってたら、別ルートから、寒食履いた、スノーシューですかね。人が現れて、砂丘をずんずん進んできました。で、後ろから、私のトレース、辿ってきた、お嬢さんが、軽々と追い越してきました。非常に悲しい気持ちですけど、まあ、お互い様ですね。ありがたく使わせていただきます。ありがとうございます。とてもとても助かります。現在8時7分、2時間半ほどスタートから経ってます。先行者の2人、体力すげえな、もう、とっくの塔にいなくなっちゃってます。現在8時37分、あの辺が矢場の頭と思われます。先ほどすれ違った方、群馬側から登ってきて降りてきたんだよなんていう話をしてました。重倉の避難小屋のあたりは結構ガリガリなんで気をつけてねって教えてもらったんで非常にありがたいです。トレースもつけていただいて。助かります。はい、気合い入れて登ります。夢のような光景が、もうすぐそこに広がってます。はあ、ただ、まだもうちょいかかりそうです。あわ。春です。春です。下向くと鼻水が垂れます。花粉症です。おお。あ、いいな。おお。よいしょ。現在10時9分。結構時間食って矢場の頭まで来ました。長かった。先ほど先行者のお姉さんにトレースのお礼が言えたので、非常にありがたく思います。上まで行くとモフモフなくて割とスッと行けちゃうらしいんですけど、こっから群馬方面、土合駅方面にずっと抜けていくっていう話でした。今10時で、すごいな、暗くなっちゃうだろうな。体力、化け物だよ。
マネージャーに化け物は失礼かもしれないけど、すげえな。にしてもいいな、ここ。よし。じゃあ、あと、1時間もないですけど、11時までは、山頂目指して進みたいと思います。おぉ、雪庇がすげえ。おぉ、怖え。大丈夫か。スキーならちょちょいだろうけど、怖えな。結構怖いね。楽しいけど。おぉ。だいぶ降りちゃったよ。急なの嫌だー。よいしょ。うわぁ、雪庇怖えぇ。怖いよー。はぁ。はい。あそこに見えますのが、右手でございますわ。山田邦子か。しげくらだけ、録音したんですけど、残念ながら、タイムリミット11時になりました。あと1時間ぐらいで着けそうな感じで、2、3人降りてきた人にすれ違ったんですけど、テント背負ってる強者もおりました。すげえな。可愛い女性に見えましたけど、多分あの帽子とマスクを取ると室伏浩二なんだと思います。バケモンです。風もなくてちょうどいい気温で、日差しも遮られてるんで結構涼しくてですね、絶好の登山日和なんですけど、そこは私とっとと諦めて帰ろうかと思います。はい、根性なしで結構です。お、人がいる。ヤバの頭まで戻って仕込んできたお弁当食べて帰ろうと思います。はい、撤
退します。下山です。下山です。ほう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 。あ、ちょっと危ないんじゃないですか。よいしょ。ああ、なんとか、矢場の頭まで戻ってきました。はあ、まだ無風で、そんな寒くもないので、スープ仕込んできたのを飲んでから下りたいと思います。さっき余裕かましてたら踏み抜いて腰まで埋まりました。春です。現在の時刻は11時49分。矢場の頭を下ってるところです。駐車場にスピーディーに降りれれば午後2時ぐらいには14時ぐらいには着けると思うんですけど、関越あるあるで土日祝日はスキー帰り、スノーボード帰りの交通渋滞が起きます。赤城サービスエリアあたりから渋川のあたり、そこがめちゃめちゃ混むのでおしっこ漏れそうになったりします。赤城サービスエリアももうトイレ行きたい人多いんでしょうね。ものすごい数の車でごった返します。そうならないように時間ずらしてとっとと帰ります。上りの時にトレース利用させてもらった方々とお話ししたんですけど、揃って行ってたのが重倉新道下って土樽方向に降りるよりはむしろ重倉だけ登っちゃって西黒尾根、あの群馬側のロープウェイとかあるあっち方向に行っちゃった方が楽なんだって言ってました。楽かな、なんというか室伏工事と室伏工事とか大谷翔平がホームラン打つのなんて楽でしょって言ってるような気がして、普通には受け取ってはいけないような気がしたんですけど、どうでしょう。はあ、結構下りました。絶景ゾーンがもうじき終了です。素晴らしい景色もしばらく見納めです。はあ、はあ、はあ、怖え、はい、おい、はい、結局一番最初のとこが一番きつくて辛かったっすね。はぁ、下るのも辛いんだから登るのは結構なもんです。なんとか下山しました。怪我もなくよく戻れたと思います。すいません、私がルートつけちゃったんですけど、逆に向こう側
今雪防ぐあの鉄の板みたいなの見えますけど、あっちの向こう回った方が楽に登れるんじゃないかなと個人的には思います。冬場はどうなんでしょう。コーヒー、インスタントコーヒー入れてみました。昔コーヒーに塩を入れて飲んでみたことがあるんです。とにかくテレビでどこもかしこも塩なんとかっていうの、塩ブームが流行った時があって、じゃあコーヒーに塩入れたらうまいのかな、こう牛タンに塩かけてタン塩みたいな、素材の味がいきますみたいになると思ったら、すげえマジ、今まで味わったことのないまずい飲み物が出来上がったのを覚えてます。これ誰に勧めても誰もやってくれないので、見てる皆さんもしよかったらやってみてください。すげえマジから。